ヤックに罪はありません。あの事務所に関わったのが運の尽きでした。みんなを不幸にするもの、それはスピリチュアル。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日の動画は少し都市伝説陰謀論的な要素を含みますが、可能性があることはありますので動画にさせていただきました。これまでにやってきましたシリーズ、梨本勝氏、飯野康代さん、あやさんこと牧野田あやさんに続きます。触らぬ砂利にたたりなしの第4弾になります。その相手はお笑い芸人の桜塚やっくんでございます。これまた若い視聴者様にはわからないかもしれませんが、エンタの神様を見ていました世代でしたら覚えている方も多いでしょう。僕はエンタよりもそれより少し前、お笑いコンビの暴れるんちゃくとして爆笑オンエアバトルに出演されていた姿の方をよく覚えていますね。紙芝居を使ったネタをされていました。本日もマカロンやコメントをいただいておりますから、そちらから見ていきましょう。ジャニーズの件ですが、どうせならばスケバン京子こと桜塚やっくんも動画にしてください。高速道路での事故死のはずですが、ジャニーズに殺されたという都市伝説がありますが、先生はどう思われますか？事故死に見せるのはありえますか？よろしくお願いします。次、2013年に亡くなられた桜塚やっくんもジャニー北川氏の被害者だと言われています。桜塚やっくんを襲おうとして逃げられたジャニー北川がずっと狙っていたという話です。恐ろしいジャニーズの闇を暴いてください。次、桜塚やっくんの死因や交通事故の真相についての動画をお願いします。一緒に車に乗っていたというバンドメンバーの証言がバラバラで信用できません。やはりこれには闇があるのでしょうか？はい、マカロンだけではなく今までのジャニー系動画のコメント欄にも多くリクエストがありました。桜塚やっくんも元ジャニーズで、ジャニーから加害を避けるためにお姉キャラを身につけた、芸人としてブレイクした際の根の葉もないスキャンダルで芸能界を干されたという説を読みました。本当にひどい事務所、早く解体してほしいです。次、桜塚やっくんも元ジャニーズ、あの不良事故が怪しい。最後もう一通、梨本勝さん、牧野田彩さん、桜塚やっくんとそのマネージャーはおそらくジャニーズにやられたんでしょうね。牧野田彩さんは芸能界では知らない人はいないというくらい有名らしいですから、噂になっているだけで4人はいるのですから、他にも闇に葬られた事件はあるかもしれませんね。はい、6名様、また同じ内容のマカロンを投稿してくださいました皆様、ありがとうございます。これ以外にもたくさんメッセージをいただきました。ではヤックンがなぜジャニー北川氏から狙われたのか、そして交通事故とされているはずの事件、どこが怪しいのかを考察していきましょう。それでは本日の項目です。項目1、桜塚ヤックンはどんな人だった。項目2、なぜヤックンは女装し始めたのか。項目3、ヤックンの準強姦容疑報道。項目4、怪しい交通事故の4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、桜塚やっくんはどんな人だったです。まず最初の項目は、エンタの神様世代じゃなかった方のためにやっくんがどういった人物だったのかについて軽めに触れていきましょう。桜塚やっくんは1976年9月24日生まれで、2013年10月5日に亡くなりました。日本の男性お笑いタレント、声優、俳優、歌手です。神奈川県横浜市鶴見区出身で、以前はジャニーズ事務所に所属しており、本名の斉藤康夫で活動しておりました。芸能プロダクショントップコートを退所後、個人事務所を設立しました。自ら設立しました日本女装協会会長を務めていました。幼稚園の頃から目立つことばかり意識していましたが、成績は良かったそうです。小学3年生の時からやっくんは芸能人になりたいという夢を持ち、有名になりたかったそうですが、所詮テレビの中は別世界だとも感じていたといいます。お笑いというジャンルは小さい頃から好きで、小学校から高校まで常にクラス1の表記者だったと言います。学級委員なのにも選ばれてしまうタイプで、勉強もでき、スポーツもできた文武両道だったそうです。強度の禁止で牛乳瓶の底のようなメガネをかけていましたことから、みんなからメガネらっきょというあだ名で呼ばれていました。前述しましたように、小学校時代の卒業文集には将来芸能人になりたいと書いていました。中学生の頃にはアイドル並みにモテモテだったそうですが、高校時代は男子校に進学し、アルバイトと部活に明け暮れる毎日で、恋愛をしている暇はありませんでした。俳優を目指しており、アクションをやりたかったと高校では体操部に所属しておりました。高校2年生の時に演じるということに興味を持って児童劇団に入団します。一生懸命アルバイトをして貯めました。入団金50万円を払って、期待に胸を膨らませて、よしこの50万でスターになると思っていました。がしかし、入団から1年ほど経った時、大人になってから児童劇団に入団して有名になった人物は一人もいないということに気がつき、これじゃダメだと思い他の劇団に移籍しました。これといった方向性は決めていませんでしたが、絶対に芸能界に入ると決心していましたので、演技、踊り、歌、バンド、お笑いなどいろいろなことに挑戦をしていました。本名
庁でジャニーズジュニアとして活動していました。当時18歳の時に15歳と3歳サバを読んで入ったと言います。当時はキンキキッズのバックで踊っていました。大学在籍時の19歳から21歳まで3年間俳優新藤栄作氏主催の劇団無視で芝居の基礎を学びました。映画に出演したり事務所にも所属してこれから売り出そうという時でしたが、事務所も役者もすっぱり辞めてしまいました。自分にはお笑いしかないと思っていたため何も怖くなかったと話しています。また大学時代就職活動で吉本興業に社員として受験しましたが、試験の帰りにお笑いチケットをもらい見に行ったところ面白く、人を幸せにしてお金をもらえる仕事これだと思い、お笑いの世界に飛び込むきっかけになったといいます。日本大学高等学校、日本大学芸術学部映画学科演技コースを卒業しています。大学卒業後プロダクション人力車主催のスクール JCA に所属し、コンビを組んでいましたが解散し、竹内氏とお笑いコンビ暴れヌンチャクを結成しました。この時はヤックンとして絵描き&ネタ作りを担当していましたが、2005年に相方の竹内氏が声優への転向を契機にヤックンが竹内氏の希望を優先した結果、コンビを有効的に解散しました。コンビ解散後ピン芸人としてネタを模索していましたところ、後述のスケバン京子が作られました。その後エンタの神様のプロデューサーの提案もあり、桜塚ヤックンと改名します。これがバズり大ブレイクを果たしました。2006年7月19日歌手として自身が作詞の激マジムカつくで CD デビューしました。同年10月18日にはセカンドシングルを発売します。2008年より俳優活動を開始します。2010年10月16日トップコートを退所し、自ら会社を設立したことをご自身のブログで報告されました。2010年 TBS の音楽番組ミュージックバースの中で結成されました。バンドビジョメン Z のボーカルとしまして活動を開始します。アルフィーの高見沢俊彦氏プロデュースのもと、シャズナのカバー曲でありますメルティーラブでバンドデビューしました。2013年10月5日熊本県荒尾市荒尾シティモールで開催されます予定でしたビジョメン Z のイベント出演のために移動中、山口県美祢市の中国自動車道下り線の伊佐パーキングエリア付近の追い越し車線でトヨタハイエースを自ら運転中、中央分離帯に衝突する単独事故を起こしました。事故直後マネージャーが後部座席から走行車線で出て警察に通報していた最中にトラックに跳ねられ、それを見た直後に本人が車の後方へ近づいたところ別の後続車に跳ねられました。事故現場は魔のカーブと呼ばれているほど事故が多発しており、また当時は雨のために見通しが悪く、他の車から受け取りました発煙筒も役に立たなかったといいます。その後病院に搬送されましたが、同日18時16分に心臓破裂によりお亡くなりになられました。はい、この文章は表に出ております情報だけで桜塚ヤックンの人生をまとめましたが、これだけですと特にジャニー喜多川氏はそこまで関わっておりません。どこで彼とつながりがあったのか、なぜヤックンが女装キャラを始めたのかを語っていきましょう。それでは次の項目です。占いバスターズ項目に、なぜヤックンは女装し始めたかです。お笑いコンビ暴れヌンチャク時代は女装キャラではありませんでした。ピン芸人時代にセーラー服を着て女装キャラをスタートさせ、エンタの神様でスケバン強行となったのですが、その女装はたまたまではなく以前やったことがありました。なぜヤックンは女装をしたのでしょうか。女装を開始しましたのはジャニーズ時代に遡ります。そして趣味や道楽ではなくきちんとした理由がありました。コンビ解散後ヤックンはピン芸人として活動していましたが、ネタやキャラがどれも当たらず悩んでいました。そんな時ヤックンがとある先輩芸人と話している時に、ふとジャニーズ事務所に入所していた時の話になりました。ヤックンがジュニア時代のエピソードを先輩に告げましたところ、それが女装キャラのヒントになりました。ジャニーズ時代の逸話はジャニー喜多川氏の性加害についてです。ヤックンはジュニア時代、周りのジュニアメンバーの愚痴をずっと聞いていました。もちろんそれは性的虐待の話です。ヤックン自身はその時まだ性的虐待は受けていなかったらしいのですが、周りの子たちがそういうことをされているのは知っていました。自分の順番が来たらどうしようと悩んでいましたヤックンは、一つ良い情報を入手します。それはジャニー喜多川氏はオカマを嫌うという噂でした。それを聞きましたヤックンはその日からオカマのふりをするようになりました。ジュニアの仕事がある時以外も女装をして出歩くようになったと話しています。実際ヤックンはイケメンでしたから相当女装レベルが高かったみたいで、電車の中で痴漢されたこともあるそうです。だんだんと楽しく思えるようになったヤックンは一人称もアタイと呼んだそうです。ある日突然ヤックンはジャニー氏の部屋に呼ばれました。ついにこの時がやってきたと怖がったヤックンはジャニー氏の部屋にしぶしぶ行きました。性的行為をしないとデビューできないことは分かっているが、自分はそれをやるつもりはありませんとはっきり断り、いざという時のために持って行ってました竹刀を床に叩きつけながらジャニー氏を威嚇したそうです。
ジャニー氏はヤックンの迫力にうろたえ、性的虐待は免れたそうなんですが、このことでもちろんジャニーズ事務所をクビになりました。この市内と女装でジャニー北川氏撃退トークを先輩芸人たちが大きく気に入り、どうせだったらそのキャラで行った方がいいんじゃないのというアドバイスからヤックンは女装をキャラとしてネタにしたそうです。それがエンタの神様の担当者に大ハマりしました。はい、ということである意味スケバン強子のセーラー服と市内は間接的にではありますがジャニー氏が生んだのかもしれませんね。さすがはギネスに掲載されていましたメイプロデューサーですね。がしかし一人の少年に市内で追い払われた激ダサの経験をジャニー氏は忘れることはありませんでした。それでは次の項目です。項目3、ヤックンの準強姦容疑報道です。スケバン強子でブレイクし笑っていても出演、同年4月に公開の映画名探偵コナンの応援団として宣伝も重ね、阪神対巨人戦の甲子園で始球式も務め、さらには CD デビュー、俳優業もスタート、テレビアニメのオーディションにも合格、声優としてもデビューしました。このように順風満帆かと思われましたヤックンでしたが、とある突然の不幸に見舞われます。ここまでメディアに露出してしまいますと、あの男の目にも触れてしまいます。それは言うまでもないモンスタージャニー北川氏です。あの市内で1階の少年にビビらされました。屈辱は忘れていません。あの時の少年が自分を威嚇した時と同じ格好でバズっていることが許せませんでした。ジャニー氏はマスコミには絶対的な権力を持っていました。ここで一作報じます。2011年3月24日、ヤックンは準強姦容疑で書類送検されたと各種メディアで報じられました。都内のホテルで20代の女性ら数人と飲酒した後、酔っ払った女子大生を襲ったという内容でした。ヤックンはブログにて、事実無根の内容が一部報道されていると投稿しました。今後一切僕が逮捕されることや起訴されることもありませんと述べ、弁護士を通じて警視庁の捜査関係者宛に名誉毀損で訴える法的措置を取る意向を明らかにしていました。しかしこの騒動を機に仕事のスケジュールがバタバタとキャンセルになったといいます。これはハニトラを仕掛けられたのか、一切そういう事実がなかったのかどうかは分かりませんが、ジャニー氏の逆鱗に触れたからだと今でも語られております。自分の手から離れて大成功しているヤックに対してジャニー氏はずっと怒りを覚えていたそうです。最近ほぼ連続でこのジャニーズの件を動画にしていますと、ジャニー氏指導のもと動いたのはあの白波瀬氏かもしれませんね。ともかくこれで一気に芸能界からは干されましたのは事実です。そしてあの事故でヤックンは亡くなってしまうのです。それでは最後の項目です。項目4、怪しい交通事故です。ヤックンが亡くなりました事故、表で報道されています内容は項目1で話した通りです。バンドでのツアー中、ヤックンが運転、そして魔のカーブと呼ばれる場所、悪天候でハンドル操作を誤った事故、ヤックンとマネージャーが車から降りたところを後続車両にはねられたというものです。なぜ2023年になった今でもずっと他殺説が囁かれているのでしょうか。まあ芸能人の死に関しては陰謀論とか都市伝説が出がちなのはわかりますが、この死亡事故に関してはおかしな点が多いからでしょう。前述しました事故の内容は全て車に同乗しておりましたバンドのメンバーのお話です。しかしこのメンバーの話があやふやで、全員足並みが揃っておらず言うことがバラバラというのがまず一点。これに関してはもし僕たちがそういう場に居合わせていても気が動転したり記憶違いということもあります。それは人間ですからね。しかし YouTube に桜塚ヤックン事故死の真相、メンバーが語る本当の真実という動画がアップされており、今でもその動画が見られるんですが、視聴しましたところ話し方や微表情が怪しかったりするんです。途中で笑ったりもしますから、やっぱり感想誌の僕からしますとそういう部分を凝視しますから、メンバーが本当の話をしているとは思えません。それともう一つは別の目撃証言です。先ほどの事故の証言はバンドメンバー団ですから、仮に全員がジャニーズから買収されていた、まあお金でなくても脅しをかけられていたという線もあるでしょう。そうしますと彼らには信憑性がなくなります。それよりも全く関係ない第三者の証言の方がまだ信用がありそうです。実はこの日ヤックンは一人でバイクを走らせていたのを一般の方に目撃されています。その時は一緒に死んだマネージャーはいなかったそうです。一般人の目撃証言では、ヤックンはバイクを止め事故現場になった場所を覗き込みに行ったところ、後ろからものすごい勢いの車にはねられて亡くなったのだと話しています。全くメンバーたちが話している内容と全然違いますし、この証言に関してはメディアでは一切出なかったらしいんですが、
非常に不思議ですよね。誰を信じていいのかわからなくなってしまいます。僕たちは当たり前ですが、そんな場にはいなかったので真相はわかりません。誰が嘘をついているのか、メンバーなのか、メディアなのか、証言をした一般人なのか、今となっては全てが明るみに出ることはないでしょう。メンシップ配信でもこの件を聞かれましたので解説をしたのですが、最初から計画をしていたのなら、可能か不可能かで言うならば全然可能です。案外この交通事故に見せかける方法は昔からあるっちゃあるんですよね。知っている人もいるでしょうが、ヤッくんが運転をしていたということが真実ならばやりづらいですが、別の人間が運転をしていたならイージーです。ある程度の時間と場所さえ決めておけば、メンバーと後続車を抱き込んでいれば比較的楽に成立させることができるでしょう。また事故に見せかけた場合の方が、視察や考察、ビルから相手を突き落とすなどがバレた場合よりは罪が軽いんです。殺人罪ではなく過失運転致傷罪ですからね。しかもこの場合、魔のカーブというよく事故がある場所、また前の車が道路に停車させていて車から降りてきたところを引いたとするならば、さらに過失の割合は減るでしょう。過失運転致傷罪の不起訴率は2022年のデータでも 84% です。そうしますと、もし人を暗殺したいのであれば、事故に見せかけて相手を殺すのはむしろ理にかなっていると言うべきでしょう。本当に不慮の事故、偶発的に起きたものなのか、それともずっと恨みを持ち続けていましたジャニー氏の指示だったのかわかりません。みんな結構陰謀論というものが好きですから、そっち方面に持っていきたい気持ちもわかります。ただ今回はアリバイは怪しい、動機はあり、また他の事件でも同じようなことを今までやってきたという履歴もありますから、確率的にそんなに高くはないと思いますが、ゼロではないのは確実でしょう。ジャニー氏の死後、力はどんどん薄まっていますが、この事件が起きた当時はまだバリバリ闇のパワーを発揮できた時期ですから、怪しさはありますね。梨本さんの奥さんが語っておられました。家族の許可なく仮装してしまったという事実があります。現実的には不可能と思えますが、方法はもちろんあるにはあります。裏から手を回さないとできないですけどね。その時のバンドメンバーが一人でも口を割れば、真実が表に出る可能性はありますが、彼らも一蓮托生、今後一生真実を話すことはないでしょう。ヤックンに罪はありません。あの事務所に関わったのが運の尽きでした。悪魔のジャニー・メリーはこの世にはもういませんので、僕らも動画を出せますが、あの時期は絶対に敵に回してはダメなモンスターだったのでしょう。はい、ということで本日はリクエストを多くいただきました。桜塚ヤックンについて話させていただきました。本日もありがとうございました。ケンケン TV では皆様からの動画のリクエストをお待ちしております。また Twitter や Instagram もやっておりますので、よろしければ動画の高評価、チャンネル登録、 SNS のフォローもお願いします。今年から占いや霊感商法で騙された人のために返金を支援します。占いバスターズも開設しましたので、お困りの方は相談料、着手金すべて無料ですから、気軽にお問い合わせください。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。